はい、皆さんこんにちは。今日はですね、 iPad のアプリをちょっと紹介したなと思います。Apple Pencil があるとですね、いろんなことができて、私もいろいろ探していたんですけど、これがねちょっとなかなか良いので紹介したいなと思って、音声ね別撮りで撮っています。昔々浦島太郎、まあ下手な字で申し訳ないんですけど、小さく上の方に出ているのが、お分かりかとは思います。アプリでですね、Apple Pencil を使って書いているわけです。それでこの文字をですね、どんどん書いていくと上の方にテキストにしてくれるというものなんですね。これをどういうふうに使っていくかというふうなことは、これからねちょっといろいろ考えていかなきゃならないんですけど、これによってですね、音声入力ももちろんとても精度が良くなってきましたし、こういったペンを使ってね、文字を書くっていうふうなこともできるようになると、かなり幅がね広くなっていくのではないかなと思います。これ、文字を書いて、この文字をですねダブルタップするとテキストに変換されます。これはまだ全部書いてる状況で、2段目だけですね、2段目だけをテキストにした状態ですね。まあ、この後全部テキスト化にしていきますけど、なかなかね精度が高いアプリがあまりなかったので、今回はね非常にこう楽しいねアプリだなと思って紹介しています。はい、これで、これで、この次にね全部この文字をタップしていってる状況です。ダブルタップするとこういうふうに、全てがね文字に変わっていく形で、これはノートアプリですね。メモで写真をですね、このように入れて、先ほどの文字の下に写真を入れて、この写真の中に文字を入れることもできますし、もちろんこの下にね注釈みたいな形でもできますし、ブログのような形で進めていくことも、テキスト化にしていくこともねできる。まあ、最近ずっとね iPad の活用性とかねのことをちょっとずっと調べてました。というのは、店舗の方で楽天ペイを使おうと思いましてですね、新しい iPad、第6世代の iPad と Apple Pencil を入れて、決済はねもちろんApple Pay でやるんですけど、サインをいただいたりする場合もあるんで、その時には Apple Pencil をね使って、書き味がどうなのかとかですね、あと注文書を電子化にねしていこうと、まあブログにも書きましたけど、そういったことを進めていきたいなと思っています。まあ簡単にねこういう風な形で、テキストにすることができます。もちろん音声入力の方がね、いいとは思うんですけど、ちょっとね違う可能性を確かめたいなと思いまして、iCloud でつながってますんで、 iPhone に入っている画像も iPad の方に全て入ってくるんで、このようにですね画像をスワイプするだけでテキストに書き込める、テキストに持ってこれると、その上にこの写真の上に物が書けたりするというものの紹介ですね。でこちらをですね、書き出しはHTML でね書き出すこともできます。 PDF はもちろん Word の方にもできますので、この辺がねどうやって活用するのかなっていうところを今、時間のある時にねちょこちょこやっている状況です。
まあ、これがうまくいけばね、活用方法などもあればまた、説明をしていきたいなと思っています。いろいろね試しては、いますが、まだねこれだっていうものが見つかっていませんので、今後もね、動画を見ていただいて、また新しい、ね、方法とか、ね、手法を考えてやっていこうと思っています。はい、今日はここまでです。ありがとうございました。